の間にゲートがあるけど閉ざされてるみたい。エージェント、ゲートを開ける方法を見つけろ。仲間に守らせている間に内部を調べてくれ。記念堂を基地にした。その下にはセキュリティが厳重なエリアがある。アイザックはそこのデータにアクセスできない。注意しろ。何があるかわからないぞ。阻止したい。トンネルを塞ぐ方法を探せ。
アイザックが引っ張ってきた略図によればトンネルはコントロールセンターでロックできる。そうすればあの DC6 に集めた砲弾は持ち出せる。奴らは砲弾を運べない。トンネルを塞いでいい気になってるのか、バーカー。お前らだって気持ちがあるけんだ。記念堂の中で配置についてる。君が阻止していなかったら、あの武器は我々に向けられ、ここもキャッスルと同じ運命をたどっていたろう。仲間になってくれて本当に良かった。ありがとう。今日我々はトゥルーサンズに大打撃を与えた。隠された大量の化学兵器を押収し、キャンパス付近の拠点を破壊した。多くの命を救った。誇りに思ってくれ。エージェントがグループを離脱。記念堂を確保し、トゥルーサンズの部隊を排除してくれ。